様々なアプリケーションを取り上げて IMAX のポテンシャルを説明するシリーズです。第7回は逆行列です。皆さんは AX イコール B を解いて X を求める連立一次方程式の解法を知っていますね。B の列数を増やして単位行列にすれば X の列数が増えて逆行列が求まります。LU 分解を使って連立一次方程式を解けるので このアルゴリズムを列方向に拡張すれば OK です。この C クログラムは左で LU 分解し右で逆行列を求めています。連立一時方程式のコードが青字のコメントに残してあります。修正後の赤字が逆行列のコードです。これを IMAX に書き換えていきます。逆行列計算を IMAX に書き換える際に注意すべき点があります。これまでのクログラムは データの横方向の長さが一定でした。しかし、LU 分解を使うということは、三角行列を扱います。これは、横方向のデータの長さが、徐々に長くなったり、短くなったりすることを意味します。例えば、横方向の長さが1ワードしかない場合、CPU で実行した方が早いので、最初から最後まで、全部 IMAX に計算させるのは愚かです。そこで、このプログラムのように、 まず、データ帳を調べて、短い場合は、左の CPU のコード、長い場合は、右の IMAX のコードを使うといった工夫をします。前に言ったように、IMAX のコードは、CPU でも動かすことができるので、このような、ハイブリッドプログラムのデバッグも難しくありません。右側の一部を拡大しました。赤枠の中が、元の CPU コードです。条件文の中に、 メモリの値を更新すす。る計算が書いてありますこれに対応する IMAX のコードが下の赤字部分です。機械学周辺の中で普通の CGRA は行列席を縦に計算しますが IMAX は縦にも横にも計算できると言いました。後者はローカルメモリの内容を取り出して加工し書き戻す時に役立ちます。この赤字部分も後者を利用して実装しています。 赤字部分は逆行列計算の一行分に対応し同様の組を下にコピーすることで複数行の処理を一度に行いますさらに拡大しました条件分に相当する機能は画像フィルタ上級編で説明しました条件付き代入機能 CMOV がデータを切り替えることができましたしかし今回はストアするかどうかを切り替える必要がありますこのために iMAX が備えているのが 条件付きストアです。まず、最初の行の CM キー関数が上位32ビット同士の比較結果と下位32ビット同士の比較結果を64ビットレジスタのビット32とビット0に格納します。次に CX 関数が用意されています。3番目から6番目のカラメタに CM キー関数の結果を指定します。使わない部分は0にします。 CEX 関数は4つのカラメタで指定された64ビットレジスタのビット32だけを並べて4ビットの値にし7番目の16ビットカラメタと組み合わせて EX0 の上1ビットを生成します同じように4つのビット0を並べて4ビットの値にしたものから EX0 の下1ビットを生成しますあとは4ビットの比較結果と16ビットカラメタから どうやって EX0 の1ビットを作るかを理解すれば終わりです。下の図を見てください。4ビットの比較結果は、0000から111 11までの16通りあります。0000の場合にストアするかどうかを、16ビットからメタのビット0に指定します。同様に、001の場合にストアするかどうかを、16ビットからメタのビット1に指定します。こうして生成した EX0 を使って、 最後のストアを制御します。今までと違って、最後のストア関数の2番目に EX0 というパラメータが増えています。上1ビットがストアデータの上位32ビットを本当にストアするかどうか、同様に下1ビットが下位32ビットをストアするかどうかを決めます。もうわかりましたね。複数の CMP 関数で作った合計4ビットの比較結果を使って、 あらゆるパターンの条件付きストアを上位32ビットと下位32ビット独立に書くことができます赤字の部分ではビット0しか使っていないので比較結果は0000か0001の2通りしかありません16ビットからメタにここでは AA と書いてありますが0002でも同じ意味です LU 分解が終わったので次は全身消去です 細かい説明は省略です。最後の交代代入です。三つまとめてコンパイル結果です。黒い部分が多いのでまだ高密度化できそうです。これは皆さんへの宿題です。今回は逆行列を題材にローカルメモリ更新機能や条件付きストアを説明しました。では、今回はここまでです。お疲れ様。